バババンガバババンガの墓バババンガことバンゲリアパンデイバ、ディミトロバはブルガリアの予言者。ババとはブルガリア語でおばあちゃん、ストルミツァ出身。ヨーロッパを中心として大きな影響力を持つ。十二歳の時に竜巻に飲み込まれ、激しい砂嵐で両目を傷つけられて失明し、盲目となった。それ以来、予知能力が身についた。本人は普通の人間には見えない。 不思議な生き物が未来の出来事を予知務として教えてくれると主張していた。予言の的中率は70から80%、または85%と言われている。第二次世界大戦の勃発、シルノブイリ原子力発電所事故、ソビエト連邦の崩壊、ダイアナ妃の死去、アメリカ同時多発テロ事件、スマトラ島沖地震、バラク・オバマの大統領当選、東北地方太平洋沖地震、 福島第一原子力発電所事故、イスラム国の台頭、新型コロナウイルスの流行などを予言したとも言われる。生前にはアドルフ・ヒトラーの訪問を受けて選挙の推移を尋ねられたこともある。1996年に乳がんで死去。死後、予言の多くは衝撃的なものだったためにブルガリア政府によって国家機密扱いされた。しかし二千十四年に 政権交代されたため、その予言の一部が解禁されている。その内容には、地球環境の大きな変化、戦争、人類滅亡などを思わせるものも含まれ、5079年に人類が現在の宇宙から別の宇宙に行くため世界が終わると、している。しかし、当たっているのは、抽象的な内容の予言だけで、国の名前など、具体的な内容を言った予言はべては、 ずれている。本人は読み書きができず、しかも予言の内容はブルガリア政府に独占されているので、本物かどうかの検証ができない。的中率はバンガに相談した者へのアンケートで集めた結果だが、相談者はバンガを信じていたはずなので、アンケート回答に潜入感が入っていた可能性もあるという指摘もある。ありがとうございます。